こんにちは、愛らしい魔術師さん、サーヴァント、セイバー。あら？あれ？私、セイバーではなくて…まあ、あの、源の雷光と申します。大将として、未だ至らない身ではありますが、どうかよろしくお願いしますね。恥ずかしいですが、とても嬉しく思います。少しおてんばになってしまいますが、嫌いにならないでくださいね。まあ、良いのですか？私がこのような。まあ、また新しい戦装束。期待されるというのは嬉しいもの。私、ますます精進いたしますわ、マスター。はあ、ここまで強く、確かに私を思ってくださるなんて、嬉しいはずなのに辛くもあります。私は血に狂う牛の魔性。私のような女があなたのそばにいて許されるのでしょうか？私、バーサーカーなのですよね。このクラスでは悪鬼羅刹と恐れられると覚悟していましたの。至らぬ私と契約してくださり、本当に感謝しています。戦いはお任せください、マスター。戦いが本分といえ、戦場よりはこうしてお話をしている方が私は好きですよ。だって戦いは楽しくありません。虫のような敵を丁寧に潰していくのは気がめいります。あの、そのですね、私たちも互いをよく知り合ったので、そろそろマスターではなく、あなたと呼んでいいかしら？どうぞこちらへ。お疲れでしたら私の膝をお貸しいたします。源の膝枕です。よかった、気持ちいいですか？ところでマスター、私、独占欲の強い女ですので、私以外にこのようなことをされては悲しみますよ。誓いましょう、マスター。私はあなたを我が子のように愛します。ですから、どうかあなたも母を裏切らないように。そんなことになったら、私何をしてしまうかは